い、ということでロケ地巡ってます。ここわかりますか、ここ。ここ最初でね、あのダニエラ、あとダニエラのおばかが結婚式挙げてて、ここで葵があっち見てて、で反対見たら純正があそこで自転車直してたみたいなところなんですよ。すごくね、すごくね。映画見るところ、映画、まあ、この子たちはね全く見たことないけどね。すごくね、ここで自転車直してたの。ここちょっとゴミがあってあれですけど、ここで自転車直してたの。運命の再会。ここ純正が自転車でフューって来るとこよ。すげえ。映画で画材屋さんの、どっちだ、ここ画材屋さん石膏入れたみたいなところ。すごい。後ろにねどうも映ってんだけど、このカメラだと光りすぎて映んない。でもここバイクとか自転車でね行くとこよ。いいね。着いた。すごい坂。ここ分かりますか、純正のアパートのとこ。何回もシーンで通るんだけど、結構上から飛んなきゃ分かんないかな。すげえ来た。ここ、もうちょっと上上がってみるね。わかるかな、超楽しい。あのシーンいっぱい出てたんだよ。すげえ。実はねまた昨日も見たの。なんか毎晩見てんの。すごい。イエイ。
これ映画の工房のとこ、バレエ教室になってるんで中は入れないですけど、すごい来ちゃった。Let's go. Okay. 結構登ったけどね。まだある。純正が行った場所。クーパラ、行くぞ。だんだんね、場所が狭い。螺旋階段、これ降りるとき酔うね。一旦階段が広場の方を通るようになってますね。で、ぐるっとしてまた他のとこから上がります。映画だと結構ねスムーズにあの人登ってましたけど、スムーズなわけがない。で、頑張るよジュニア。はい、ジュニア、ジュニア2も好きだよ。でもジュニア2、イエーイ。着いたドームの一番上。すごいよ。とりあえず景色楽しんで。ドームの隣のあそこ、あそこからだと逆にね、ドームここがね綺麗に見えるんですよ。あそこもまた登るチケットあるんですが、まあ調べてみてくださいね。すごいよ、すごい。ここで純正と葵があったんだよ。ただね、あのよいしょ、作品を否定する気はないですけど、あのすごい高いし階段すごいしね、ロマンティックさはあんまないかな。昔映画見た感じの、おーすごいみたいのがあんまないかな。でもすごい、すごい綺麗だよ。これであの階段作りすぎだね。すごいね、超綺麗。ここでね、待ってるんですよ。ただね、疲れる。すごい疲れるよね。ここでね、男の人ずっと待ってる。そういうシーンがある。それはね、白い椅子だったんだよね。しかも1個しかなかったはずなんだけど、なんかここ四隅にありますね。いや、でも来れてよかった。フィレンツェ。
どうもでした。あれ、もしかしてトントンさんですか。トントンさん握手してください。握手、あーやったー、一緒に写真撮ってください。いいよ、いいですか。イエーイ。あれ、はあ、降りた。どうでした。すごいね。登るのも辛かったけど、物理的には階段降りる方が実は足の筋肉使うんで、今ちょっと足がプル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 してるんですけど、まあそんな感じで、さっきのドームが見えるのはこっちの、こっちのタワーの方ね。ドームに登っちゃうとドームが見えないので、ドームを見たい人はこっちの方がいいかもしれないね。ただまあ僕は映画に憧れて登ってみたっていうところでね。ここ分かりますか、葵追っかけてって純正がバイクフィーンって止めたとこ。すげえね、マーブと暮らしてるっていうから諦めたのに、実は一人暮らししてるって悟って、ダッシュしてバイクで行くんだよ。ここ行くんだよ。ここ分かる、この背景な感じ、皆さんぜひ映画見て。ここで探してるシーンですよ。もうね、葵は行っちゃってるんだけどね、ここでユーロスターに乗れば15分早く着けよみたいな。わかるこの感じ、一人で喜んでる。でこっちが電車乗るとこね。どうすか映画のロケ地。よくわかんない。見てなかった。はい、はい、はい、これで冷静と情熱の間のロケ地巡りは終わりです。そろそろね、飛行機の時間があるので帰りたいと思います。あとね、ちょっと電波が悪いんで、ポケモンやってないんですけど、 Vlog 的なね感じでした。すげえ、超すげえ。イエイ。豚あったよ。豚。トントントレインでトントン豚。フィレンツェ豚って検索してみてください。鼻を触ると幸せになれるそうです。触っとこ。イエイ。幸せになる。お金を口に突っ込んでですね、話すと願いが叶うと。別の方法です。鼻触ると幸せで、お口に手を入れてお金を落とすんですね。ちょっと下に穴があるんですけど、そこに入ると願いが叶う。やってみよう。いいよ、入った入った、イエーイ。はい、ジュニア、はい、入った、イエーイ。行くよ、行くよ、ポイント、イエーイ、トントンレイ、ビッグサクセス。イタリア版トラムはなんか電車みたい。オランダのトラムはもっとトラムって感じだ。イタロみたいなデザインね。ではこれに乗って空港に向かいます。
OK ということで空港見える空港です。今回はフィレンツェからローマに着いたんですけど、フィレンツェから帰ります。で空港周りはねこんな感じ、まあ空港の周りなんでね、フィレンツェちょっと低い、はい、フィレンツェの空港自体がちっちゃい感じですね。そこにデパーチャー、アライバルか、到着があってすぐ上に出発ゲートがある感じ。まあ面白いね、いろんな空港もスキーボールも大きいし、羽田成田なんかものすごい大きいし、あのすごい面白い。アメリカニューヨークの空港も行ってみましたけど、みんなそれぞれねいろいろあって面白いと思います。今電波がいいんですけど、あのねドーム周辺とかね全然電波悪くて、今回の動画はなんていうか旅動画みたいなね、僕のあの個人的な趣味に付き合わせてるような雰囲気ですけど、まああの映画ぜひ見たことない人はねぜひ見てみてください。本当にね、まあ、僕は海外育ちっていうのもあってすごい感銘を受けたんですけど、ね、あの場に行けたっていうことが本当に嬉しかったです。本当はね美術館もあるしダヴィンチだとかねいろんな美術館あるんですけど、そこよりも何よりも誰も集まってないような場所、個人的にすごい行きたかったと行ってきて、いや楽しかった、楽しかったです。またねいろんなとこ行きたいと思います。トントントレインはいろんなところを走っていきますからね、ぜひよろしくお願いします。別にポケモンじゃなくても、まあ、ポケモンでもいいんですけど、ね、いろんなとこ世界各地巡れるうちにね巡っていこうと思います。じゃあもう結構ギリギリなんで飛行機乗ってきます。バイバイ。ほっそ俺見て、俺見てトントンも細っ。離れてこう細っ。足長。イタリアどうでしたか？楽しかった。楽しかった？何が一番楽しかった？国王。国王？バチカン。あ、バチカンのあの王様のとこ。おお、面白かったね。あれ小さい国なんでね。また。いたね、面白かった。ジュニア、うん、どうもどうも、やっぱどうもだね。やっぱ映画見たからね。見てないかジュニアは見てないね。自転車のまま自転車修理してる。ああそうね、そこね、そう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 、そう教会とね自転車、なんでトントンあんなとこで動画撮って喜んでんのっていうからね、まあ見せたんだよね。そう映画で、ああ本当だあそこじゃない、まあ、楽しかったね。カルボナーラもいっぱい食べたし。はい、じゃあ終わりにしましょう。せーの、 If you won't be a passenger, please hit the subscribe button and hit like yeah. じゃあイタリアからバイバイ。4月27日、オランダはこんな感じになりますよ。キングズデー、キングの誕生日、まあ、その次の日、僕の誕生日だけどね。まあね、キングズデーになってる。
迎えありがとう。じゃないわ、一緒にいたわ。到着です。じゃあまたね。